タイのワンタイフーズ、ヤムヤムグリーンカレーフレーバー。揚げ麺に粉末スープと調味油がついていて、火薬は最初から入っています。麺は細くてちぎれが強いです。固めで柔軟性に欠け、ゴワゴワした食感です。でも揚げ物の香ばしさがあり、結構存在感が大きいです。スープはミルキーな甘さが強いです。青唐辛子の爽やかな辛さも結構強いです。ただ甘いだけだと食べていくうちにだんだん飽きてきますが、適度な苦味があるので一応バランスが取れています。旨味は強いですが、ちょっと人工的です。全体的にかなり派手で賑やかな味です。具として餅のような粘りのあるかまぼこが入っているのが珍しいです。もうちょっと乳臭い甘さを控えた方がいい気もしますが、元気を出したい時にはいいでしょう。